RV8 は、イギリスのローバーグループが製造し、MG ブランドで販売していた二人乗りのオープンカーで、ある。1993年から1995年までの間に、約2000台が生産され、そのうちおよそ75%は日本で販売された。1962年から1981年まで、生産されていた2シーターオープンカーである。 MGB を基本構成とし、各所を近代化した上で販売された二人乗りのオープンカーである。搭載されるエンジンは、排気量3.9リットルの V 型8気筒のみ、最高出力は 190PS、工場最高速度は時速 216km であった。ローバージャパンが1993年の東京モーターショーに出展したところ、直ちに約1300台の 注文を終え、実際のところ販売の大部分を日本市場が占めることとなった。その他少量はイギリスから大陸ヨーロッパへ向けて輸出されたが、本国イギリスにおいては約2万6000ポンドという価格設定が高すぎると嫌気された。なお、日本での新車販売価格は399万円であった。1924年以来、スポーツカーを製造し続けてきた MG だったが、 1980年末、当時のブリティッシュレーランドが MG、MGB の製造を中止して、以降は独自設計開発の車種は製造されず、バッジエンジニアリングとして、MG のエンブレムを冠したサルーンや、ハッチバックのモデルが登場するのみとなっていた。1989年、新たな MG ブランドの所有者となっていたローバーグループは、MG ブランドの復活を決めたものの、 新規のスポーツカーを直ちに発売することは困難であった。その頃、オープンカーであるマツダの MX-5 が世界的なヒットとなっており、いくつかの計画の中で最も現実的な MGB をキ内貸し限定生産で販売するプランを選択した。エンジンには当時ランドローバーディスカバリーに搭載されていたアルミブロックの V8 エンジンを採用。 ボディは当時愛好家向けに再生産されていた MGB のレストア用ボディ部品とローバー車内に残されていた MGB の生産事具を活用し最低限の補強をモノコックボディに施し内外装を現代的デザインにリファインした上で新たな車種として製造された基本的に30年前に開発された MGB をベースとしているため パワーステアリングが搭載されていない、4輪、独立喧嘩でないなど、車の内容は、旧体依然としたものであったが、V8 エンジンの高出力に耐えうるべく、リーフ式リジットのリアサスペンションの近代化と、トルクロッドの追加、ショックアブソーバーのテレスコピック化、リアディファレンシャルギアのトルセン LSD 化等が行われた。基本コンポーネンツの多くを MGB から流用すると同時に、 ヘッドライトはポルシェ911からサイドのウインカーレンズとブレーキフルードのリザーブタンクはミニに使用されている汎用部品を使用するなど既存車種からのパーツの流用により500万ポンドの低予算と2年余りの短期間で開発が終了した1992年10月のロンドンモーターショーで発表され先行生産に17台 一般市販で1983台、計2000台の生産、販売が1993年より1995年までかけて行われた。そのうち1568台が日本に輸出された。日本からは未登録のままイギリスに返却されたり、オーストラリアや香港などに送られた車両もあった。ローバーグループではこの RV8 の開発、 生産に並行して本格的量産モデルとして MGF の開発、生産を行い、1994年から2001年まで発売された。エンジンは1種類のみ。水冷、V 型8気筒、オフで、スペックは排気量 3947cc、最高出力 190PS、4750rpm。 最大トルク 32.4kgm、3200rpm となっていた。このローバー V8 エンジンはもともと GM により、設計され、排気量3.5リットルにて1961年に、ビュイックスペシャルに搭載されデビューしたものである。その後、ローバーの生産により、数種類の排気量にて、様々な車種に搭載されてきたものである。 搭載された車種の中には、ランドローバーレンジローバー、ランドローバーディスカバリー、TVR キミーラ、TVR グリフィス等があり、RV8 の実質的な祖先である MGBGT にも3.5リットル版が搭載されていた。このエンジンは、設計年次が古くまた、オフというバルブ駆動方式ではあるものの、3.9リットルの大排気量でありながら主要部分が、 アルミ製で、補機類含む乾燥重量 215kg と比較的軽量にまとめられており、オリジナルの3.5リットル仕様では単体重量で標準の全中鉄製 b m c b タイプエンジンよりも 18kg 軽量と言われる。四気筒エンジンに合わせて設計された MGB のモノコックに強力な V8 エンジンを搭載することでバランスを欠くのではと危惧する面もあるが、 前日の通り、そもそも V8 エンジンと MGB のモノコックの組み合わせは1973年、すでに正式なモデル MGB GTV8 としてデビューしており、また本国や米国では4気筒モデルのエンジンを V8 に換装する愛好家も少なくなく、その組み合わせには多くの実績があり、無理のある組み合わせとは必ずしも言い切れないとされている。前日の通り、 基本モノコックは MGB から流用しているが、これは MGB のボディシェルがそのレストレーションの土台として、現代において再生産されていたのがきっかけになっている。RV8 用に転用するにあたり、細部の仕上げや腐食処理は現代的にあつらえられている。RV8 のボディデザインは MGB と比較すると、ボンネットとフェンダーが膨らんでいるが、 これはそれぞれ大きくなったエンジンと大きくなったタイヤを収めるためである。なお、ドアパネルやトランクフードは MGB と同一である。MGB を近代的にアレンジしている愛好家の中には逆にこれら RV8 のボディパネルを活用、装着している個体も存在する。少数生産者であるが汎用部品が多く使われており、 エンジン関係や駆動系などの機能部品については入手可能ではあるが、MG ローバー破綻後も正規に部品供給を行っていたエクスパートが日本より撤退しており、旧規ディラー系整備工場でも部品の入手が難しくなっている。直接本国英国の販売店からの通信販売を利用するか、日本国内の並行輸入業者を利用することも必要となる。 本国英国でも一部のボディパネルなど専用設計部品についてはすでに在庫がない部品もある。製造途中でも細かい設計変更が行われており、正規ディーラーにおいても分解するまで適合する部品番号が判明しないこともある。仮に部品取り者として購入する場合、マニュアルミッションなどの適合に注意が必要となり、事前に両者の製造番号の確認を行うべきである。 h t t p w w w m g r v 8 c o m p r e s e n t r v 8 p h p h t t p s s m g o c s m o r e c o u k c a r z m g r v 8 h t m l j a n t l b a r r e l j o m g b ザイラストレーテッドヒストリー P227 カーグラフィックス1994年2月号ありがとうございます。